わいい。ちょっと暑くなってきた、冷房低くしましょう。70。そんな感じです。光があんま入ってこないですね。ここだけなんですよ窓。こっちは窓じゃなくてこのこれね、そんな明るくないです部屋の中。ちょっと薄、ちょっと暗いです。このカメラで見るよりちょっと薄暗いです。はい、ということでうんちくんリロケーションしてもらって、この辺りね。はい、そういうことでありがとうございます皆様。ということでこれから今集中的にビデオ編集を行っていこうと思います。これね、あ、そうそう、それで何をしようとしたいか、したいかというと、まずコーヒーをここに置いて、三脚どこやった、三脚持ってきましたよね。うん、オッケー。三脚をつけて。よいしょ。映ってんな、オッケー。要は、ビデオ編集するなんて、このテレビあるでしょ。だから、ビデオクリーンフィードをこのテレビに映し出そうと思って。で、昨日線見てたんですよ、後ろの、ケーブルボックスからの線ね。したらちょっと短くて届かなかったんですよ。長くないと届かないみたいな。おじさんこういう長いケーブル持ってんで、これをこのコンピューターにつないで HDMI ね。で、これを、あ、ちょうどいい長さ。これ10フィート多分。どこだ。つないで、つなぎました。で、スイッチオン。おじさんのビデオ編集スタジオ。ふっ。ん？つかないぞ。ついた？え？テレビ壊れてる？もしかして、これがついてないとダメなのかな。え、つかないっすよ。でもどっかにスイッチついてますよね普通、そのマニュアルスイッチ、パワーとか。暗くて見えないっすよ、とにかくもうおじさんだから。テレビの後ろとかこれがないと見えない。普通スイッチついてますよね、どっかこの辺りとか。え？オン。壊れてる？うっそ。マジ？ついてますよねスイッチね。ああ、何、テレビの電源の入れ方がわからないです。助けてください。あ、ついた。皆さんついたよ。見えますか、なんか設定が悪い、解像度ので。どうだ、モニター、ディスプレイセッティングス、はい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 、アイデンティファイ2番、解像度が多分これ高すぎるんだと思う。多分このぐらい、違う、このぐらい、違う、
多分1080じゃないと思うんですよ、このテレビ。あ、え ?1080 だ、あれ何何これ。サムソン。なんか、設定あんのかな、なんか。これがその普通のテレビのリモコンじゃないからメニューってやってもテレビのメニューが出てこない、多分ケーブルボックスのメニューとかそれだと思うんですよ。あ、困ったな。これ解像度1000、あれこれ1920×1080 だけど、なんか画面がこんな風になっちゃってる。で、型番とか後ろに書いてないかな。型番を見てみよう。それで解像度がどういうテレビなのか。これは型番はサムソンのチみたいな、もう見えないっすよ。わかりますか、お年を召されて皆さん、字が小さくて読めないって話。だからこの携帯で撮って拡大出た、モデルコード出てきた。モデルコードが HG40NJ478 出てきた。で、レゾリューション出てないな。レゾリューション、ネイティブレゾリューション1080だな。ああ。だけどこの画面がこうなるってのはどういうことですか皆さん。これ 100%?スケールこのぐらい、どういうことなんですか、この画面がちゃんと収まらないっていうのは。なぜ縦縦ね、普通そんな難しいもんじゃないですよね、こういうのってね。確か刺せば認識して終わりってそういうことだと思うんすけど、うん、Hey everyone, just thought I'd make a quick video to fix a common issue. So what I have right now is that I have a PC that I've just built and I'm using my TV as a monitor to display.見てます。そうそう、こうこう。If you're using a TV, usually your taskbar will be hidden underneath the bezels. The screen doesn't fit and apps are cut off on the edges. そう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 。どうして？For those of you with a setup using a TV, this may be an issue and it was really easy to find the answer on Google, but I thought I'd just put it in video form. It isn't your computer that's the problem, it's your TV's aspect ratio. ですよね。そうそう。Get your trusty TV remote. Look for the settings. This is settings over here. And then you want to go and find wherever your aspect ratio is. There's my aspect ratio. Click that. And for me, it defaults to 16:9. This is a 1080p monitor TV. And then you just want to look for the setting that says.Just scan, it'll be something similar to this, like scale fit or something. そうかなと思ってこのリモコンをさっきやろうとしたんだけど、要するにこれ抜いて、まずケーブルオンにしてケーブルで映るか見てみましょう。オン。ノーケーブルコネクテッド。
メニュー。テレビのね、ソースボタン、これがそのテレビのリモコンじゃないんですよ。どっかこの辺りないかな、テレビの。不便だな。大事なところで気が利かないんですよね。DMI アウトか、これか。あ、こうか。あ、はいはい、こういうことね。こういうことなんすよ。で、ここにもインプットあるから、こっち系で挿してみるか、どうなるか。こういうね、インテグレーテッド系なんで、マイメディア、あ、あった。これどう？ディレクトコネクション。ふっ。来い。カモン、カモン。映んないっす。設定できないです。リモコンがないから。多分。そんな気する。まいったな。いいアイデアだと思ったんだけどな。落ちてないか見てます。どっか隙間に。なんか布団みたい。枕はあるけど、枕の予備はあるけど。見えない、ダメだ、はあ、後でフロントで聞いてみよう、リモコンあるかどうか。っていうかね、ちょっと聞いてきます今。はい、ほんとね、鍵、後ほど。はい、どうも。